テレビがつけてあるところで流れたらやばい隠れようみたいなちょっと微妙に恥ずかしくなったりしたんですけど、なんかバレないなと思ってそれからは、はい、あとは知り合いの友達とか家族とか家族の友達とかにいっぱい声かけてもらって、いいよね、あの CM とかいろいろやってもらって、はい、応援してもらってます。なんかアキさんって本当に会えば会うほど歌を聴けば聴くほど応援したくなっちゃう、そんな方なんですが、ありがとうございます。はい、実はですね、アキさん佐賀県出身で、どちらでしたっけ、鳥栖、鳥栖ですね。佐賀県出身の方いらっしゃいます、今日買い物に来た方。わあ、いっぱい、あ、お友達ですか。違います、あ、そうなんですか。もういっぱい応援の方がいらっしゃいますね。あ、佐賀県の方いらっしゃいます、嬉しいですね。もう近いですからね。キャナルシティは結構お買い物とかは来られましたね。全然、全然来てないです。実はですね、アキさん今年の1月に人前で初めて歌ったのがこちらの、はい、ね、サンプラザステージなんですよね。はい、その時いかがでした。あ、もうどうなることかなと思って、はい、すごい緊張してたんですけど、はい、あの皆さんも温かく見守っていただいて、もうなんかよかったというホッとした気持ちで帰りました。いや、その時もですね、今日と同じく本当にもう上までバレしてますありがとうございます。そうなんです。そしてそれからとは言うもの、それからとは言うものってちょっと言葉おかしいですけど、それからというものですね、実はその後ファコ、はい、ゼプトファコはどっちが早かったですか。はファコが、ファコ、ファコという福岡アジアコレクションというイベントが行われたんですけれども、ファッションショーなん、はい、なんですけれども、そちらが約8000人お客様がいらっしゃってて、その前でいきなり歌ったんですね、はい、歌ってきましたどうですか。まだここの規模はちょっと違いますけど、雰囲気も違ったと思うんですが、ちょっとどうしようかなと思って緊張はしなかったですね。緊張してたんですけど、はい、もう毎日そのことを妄想して、うん、イメージして、うん、で、あの一発頑張ろうという気持ちで頑張ってきましたすいません、一発頑張ろう、やってやろうという気持ちですね、はいそしてその後は絶品効果でもライブを、はい、これはワンマンではなくて、ケイタクさんとか、はい、南吉孝さんとか、うん、あの大御所の方とのイベントにちょっと参加させてもらって、うん、とっても楽しくお勉強させていただきました。やっぱりそのやっぱスーパーアーティストさんと一緒にライブをすることで、ここすごいな、学ん、これ盗もうっていうのはありました。あ、もうなんか圧倒的すぎてここだとかなくて、もうポカーンってなっちゃいましたすいませんその可愛らしいところもアキさんのいいところでもあるんですがはい、そしてこの前はですね、北九州のリバウォークでライブをして、はい、その時なんとですね、そこの月に出たアーティストの中で一番 CD も売り上げが良かったということで、ありがとうございます。実際にですね、今日もこの後あのライブが終わった後ですね、即売会をステージ向かって右側で行いますので、 CD を買い上げいただいた方にはサイン会も、はい、はい、実際にお客様と身近にこう触れ合うことができるっていうのはいかがですか。はい、いつもその近くで握手とかしてもらうときに結構CM 好きなんですよとか言ってもらったらもうめっちゃ嬉しいです。そうなんです、はい、なので皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、それではですね、お待たせいたしました、歌っていただきましょうか。本日は2曲歌っていただきます。サンタクロースの CM タイアップソング永遠の光と、ビビック CM で以前オンエアされていた今回アキさんがカバーしましたカップリング曲星の歌、2曲続けてどうぞ。アキさんお願いします。
がとうございます。キャナルシティで歌わせてもらうのは、1月に歌ってから2回目なんですけど。